よし来たぞ、バリキシャート、よしよいしょ。おお、あんなところから下からもんどり打ってきましたよ。よいしょ、イエイ。はい、カルカッタコンクエスト DC200 にバリキシャート、イエイ。ねえ、いいね。ちょっとね、サイズは小ぶりだけど、ガンクラフトのバリキシャットね、来ましたよ。薄ゴミのね、裏からね、ボーってね、出てね、こんな感じで。はい。カルカッタコンクエスト DC200 なんですけども、ちょっとね、サイズは小ぶりだけどね、本当はね、こんな感じで使いたかったっていう、シャットテールをテロ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 ゆっくり一定の間隔で巻くっていうね、この使い方ね。で、サイズはともかく、ナイスな。いいとこかかってる、そんで。ねえ。ガマカツのセオライズって新しい針なんですけども。ねえ、初期がかりがいい。パシッとね、決まったね。ありがとう、さん。おお、元気。はい、改めてタックルなんですけども、カルカッタコンクエスト DC200、ね、19年モデルのものに、このガンクラフトのね、馬力シャット、これをですね、まあ、ここになんか重りを入れるとより馬力が増すみたいなんですけど、今日はね、そこまで馬力を入れなくでね、ガマカツのセオライズっていう新しい針、これの、50番でね、こんな感じの組み合わせで、で竿はね、相変わらずね、中古で買った謎の竿、まあね、軽くて使いやすいんだけども、これで打って巻いて打って巻いてって、こういった釣りで来てくれましたよ。まあね、こういうローギアだからゆっくりじっとりね、巻けるっていうことで、で DC のおかげで結構際どいところにもスパーンスパーンって入ってくれるんで、使いやすいんじゃないかな。じゃあこの組み合わせしばらく打ってみます。なんかフロッグとかでも良さそうなんだけど、フロッグにはできらないから、ちょっと水面直下タカタカやりたいなーなんていう、こういう薄ゴミのところ。あ、食った、また食った、ほっ、2頭連続だな。馬力シャットすげえぞ。おっしゃ、お、サイズアップ。こんな感じって説明しようと思ったら釣れちゃいましたよ。すごいな、馬力シャット丸のみ、元気。あいよ、あいよ、オッケー、おい。軽かったの、このじっとり巻きが効いてますよ。はーい、復習でもう一回流そうと思ったら1投目で食っちゃいましたよ。しかもね、ちょっとサイズアップ。馬力シャットすごいね。セオライズのこの初期がかりもナイス。はーい、軽かったで釣れました。はい、というわけで、というか、なんというか、リグり直してね、流し出した1投目、また釣れちゃいました。とね、こいつのゆっくりテロテロ負けるのと、DC ブレーキで際にチュってね、入っていく、これが効いてるんだと思うんですけども、あとは、このセオライズの独特の、ね、かかりのいい、変形、これね50番ですけど、馬力シャットね、バッチリ乗ってくれてますけども、はい、こんな感じで最新タックルコンビで釣れてくれました。サイズは35センチぐらいかな。さよなら。タックルですけども、カルカッタコンクエスト DC200 に16ポンドの糸ね、ちょっとカバーっぽいところも入れやすいように16ポンドにしております。で竿はね、中古で買った謎の赤い竿で、ルアーが馬力シャットね。え、まあ、こういうルアーが効くシーズンではあるけども、それにしたってね、え、いい反応っぷりですね。決まってますよ、色も合ってんのかもしれないね。まあまあまあ、じゃあ引き続きこんな感じのタックルで打っていきたいと思います。はい、というわけで帰ってきましたが、こんなね、組み合わせがすごい活躍してくれたっていうことで、まあ忘れないようにね、ちょっと動画を回しているんですけども、まずタックルはね、今回この馬力シャット、ガンクラフトの新しいシャットテールワーム、
これがね、なんか、昼のあれ釣れないなーなんていうタイミングでパタッパタッとね、2匹連続で、釣れてくれて、1匹釣ってね、全く同じようなところに入れたらもう1匹ね、食ってきてくれた。これはすげーなーと思って、で、カルカッタのコンクエスト DC200 ね、これがすごいローギアのリールなので、まあトラブルなく投げれるっていうことで、このね、馬力シャットをオーバーハングの奥にスキッピングして、そんでね、魚引っ張ってくるっていう、そんな釣り方で釣れたんですけども、竿はね、グラスコンポジットのこれね、バットすごい太く見えるけども、すごいね、軽快で軽くて最近お気に入りで使っている竿なんですけども、中古屋さんでね、なんか、これはショップオリジナルとかそういった感じのロットなんですかね、すごいね、いい材料使われているんだけども、なんかね、確か6000円ぐらいで買えたんじゃなかったかな、なんかラッキーっていう竿で、それで糸はね、フロロカーボンの16ポンドラインね、ちょっとカバーの奥にも入れるかもっていうことで太めの糸を入れております。16ポンドなんかもね、がっつり入れられるので、すごいね、いいなってね、気に入ってるんですけども、普段ね、この手の釣りだと14ポンドとか使うことが多いんですけども、まあどっちもちょっと濃いめのところも、ああいった薄ゴミのところも、オープンウォーターも全部投げれるようにっていうことで、今ね16ポンド入れてみてますよ。でね、これね、活躍した馬力シャット、プラグ投げたりとか、あ、いろいろ付け替えたりするっていうことで、スナップね、使ってガマカツの針、これで組み合わせてみておりますが、すごいね、使ってみたらね、このね、素材が柔らかいので魚のノリがいいのかなって感じたのと、ちょっと大きめのこのテールがね、ブリン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 ね、動いてくれて、でね、このくびれ効果がほんとね、テールだけバタ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 って動いて、で、頭の方はね、比較的動かないんだけど、それでもね、全く動かないわけではなくて、ちょっと頭を振るような感じで、で、このテールが大きいおかげで、これ俺ね、一番好きな要素なんですけど、たまーに切りもみ状にね、こうぐるりんとかね、ローリングしたりしちゃうんですよね、不意に。なんというか、自動的に待ち取りアクションっていうんですかね、そういったのが、出てくれる、そんな印象だったんですが、それとね、もう一つね、あのちょうどコメント欄でも馬力シャットを針何つけますなんていうね、コメントがあったので、たまたまね、今回ね、買ったばかりのガマカツの新しいセオライズっていう針ね、これ使ってみたんですけどもね、まあポンポンって釣れてくれたんで、一気にお気に入りの針になっちゃったっていうことで、ここはね、すごい短いんだよね、ここね、これによってなんか乗り具合良さそうだな、いいななんて思って使ってみたところ、本当にね、なんか乗りが良かった。魚のサイズはそんなでもないんですけども、それをスパンスパンとね、かけたっていうのは一つね、あ、いいなーなんて思って、よくね、ダムでこれからの時期とか、アフタースポーニングの時期とか、こういうのを投げて、でっかいバスがね、ふわーってね、やる気なさげに追っかけてきて、バクって食うっていうね、釣りとか好きでやるんですけども、なかなかね、結構かかんないんですよね。甘噛みってのもあるのか、まだ警戒心が強い状態なのかね、結構5インチ前後のこういったシャットテールアームで食うんだけど、あれかかんねえっていうことがね、よくあって、それでどんな針がいいのかなっていろいろ使って、見ているんですが、今回はね、たまたまね、このセオライズのね50番、これがスパンスパーンと食ってくれたんで、で、多分ね、大きなバスがかかった時なんかも結構線形が太いので安心感があるなーっていうところと、ここのね、この幅が短いね、これがバーンってね、瞬間的に食った時とかにとりあえず口の中にサッてどっかしらにかかってくれるんじゃないかなっていうところと、あとはね、フッ素加工されているので太軸な割に、やはり初期がかりの良さにね、貢献しているのかなと、あとね、これ見えるかな、非常
に返しあるんだけど、返しが小さいんですよね。この返しの小ささっていうのもやっぱりこれまた初期係に、もうなんかとりあえずもうかけるぞって、かけた後はどうにかしてくれっていう、そんな感じの形じゃないかななんて思ってね。まあ使ってみてお気に入りだったんで、このね、いろんな番手があるのでちょっといろいろ買って、それでまあブルフラットを使ってみたりね、こういった新しく買ったワーム使ってみたり、いろいろね試してみようかななんていうふうに思います。針ね、これね、まあいろいろ使い比べてみたいなと思うんですけどね。従来ね、あの流儀のインフィニとか、あとはパイルドライバーみたいな針とかね、いろいろ使ってみているんですが、まあ、今回はね、ガマカツの新しく出たセオライズね、これ試してみたら、すぐかかったよっていうことで、でね、まあこの柔らかくてノリがいいっていうのに貢献しているのかなって思うんですけども、結構ねやっぱ柔らかい素材なんで、使ってるとねちょっと破れてきますね、口元がまあ破れてライターで補修したり、あとはここの真ん中のところもねちょっとね破れたりしたんで、それライターでちょっとこう補修したりして、そんでね使っておりますが、まあ、ちょっとねどうしよう釣れないなっていう時間にパパーンってね魚引っ張ってくれたっていうのは一つもお気に入りになる材料じゃないかななんて思ったので、またねあの売ってるの見かけたらもう1パック2パックぐらい、買ってみたいななんていう風に感じました。まあねこんな感じで、まあじゃあせっかくなんでセットもしておきますが、頭で、この頭のところにもこう筋が入ってるんですけども、ね、バリキシャット、これがねやっぱりちょっとねずれてセッティングするとねくるくる回っちゃったりするんで、非常に釣り場でセッティングしやすかった。ここの先端までねこう筋が入っていることによって、一番最初のこのセンター出し、これがね非常に簡単だったのと、あと裏と表、ね、にこうスリットが入っているんで、ここのね刺しもすごいねまっすぐね一発で決まるね。これ使ってみたら、あ使いやすいっていうね風に感じました。でこんな感じでね、針先も素材が柔らかいからギュッと出て、かかりが良かったのかなっていうところと、で狙いどころなんですけども、魚のね気配はねそれなりにあったんですけども、フロックだとちょっとね出すことができなかったっていうのがあって、ただ薄ゴミの下になんか魚が餌探してうろ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 してるなっていうのは感じたので、でこういったシャットテールワームね岸際に入れて巻いてくるっていう、そういった釣りなんですけども、基本はゴミの上をダラダラってこうねテールも動かさないぐらいでゴミの上をこう張ってきて、たまに薄ゴミのさらに薄いとこに行くとツルンって入って、でその短いねゴミとゴミの間とかでこの柔らかいテールがねプリ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 ってねすごいねよく動いてくれる、それによって多分ね下からうわーってね食い上げてくれる、そんな使い方だったかななんていうふうに思うんですけども、まあ根掛かりもなくね終日投げ倒したんですけども、結構際どいとこにも入れたんですが、バッチリ入ってきてくれたっていうところね。あとは今回このカルカッタコンクエストの DC200 これでやってみたんですけども、このねリール買った一番の理由がもちろん巻物関係やりたいなっていうのはあったんですけども、動画の中でも言ってたんですが、こういったねちょっと大きめのまあ5インチから7インチぐらいまでの、シャットテールワームを快適に投げて、トラブルなくねオーバーハングの下とかに投げて、でゆっくり引っ張り出していきたいなーっていうね、この釣りやりたかったんですよね。で従来のねリールでももちろんできるんですけど、結構ギア比の速いリールばっかり、持っていたので、ローギアでもうねこのお尻のテールが動くギリギリのスピードっていう感じですかね、そんな感じでデロン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 巻きたいなってね、それその手の釣りをやりたいななんていう思いもあって買ったんで、今回ねそのこういう釣りで釣りたかったっていうね、
やつで、しっかり活躍してくれたんで、カルカッタコンクエストでさらにお気に入りのリールになりました。まあこのそうだな 4.8 インチとかこれぐらいのサイズのワームだったら、まあ、200番手っていうよりも、ね、今後出るのに期待がされている、まあ、例えば 100DC とかね、そういった方がやっぱりやりやすいのかな。でもちろんね、ハイギアなので無駄なところは回収ね、まあ、さーって巻いて回収っていうのもいいかと思うんですけども、結構ねおやおやってとこで急に下から湧いてきて食い上げるなんていうのも大釣りなんで、こういったローギアであれば、まあ、最後までゆっくりしっとり巻けるっていうところと、シマノ独特のね、ギアね、ヌルヌルとしたこの巻き心地、ヌルヌルヌルスーって感じで巻けるね、このギアの特性っていうのがこの手のなんていうのかな、巻き感が少ないっていうか、まあ、テールはもちろん動いてるんですけども、ブリ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 っていう感じもう感じないかな、スーって感じで、巻いてくるワームの釣りなんかでもこの滑らかなギアがですね、スイーん、なんか違和感あったかなっていうのがね、すごいね巻き感のっていうんですかね、感じ取れるじゃないかなっていうことで、まあ、今回ね、まあ、巻いていて気がついたら乗ってたってグラスコンポジットっていうのもあるんですけども、でもねやっぱ前あたりじゃないけど、やっぱり魚だみたいな感じだったので、合わせもしっかり入れることできましたので、この静かな巻き心地性能っていうのと、あとはローギア太い糸がいっぱい入れられる DC ブレーキによって、結構際どいところでバチコーンって変な風になってもね、トラブルなく快適に釣りが進められたっていうことでございます。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV は買ったばかりのね、こちらガンクラフトの新製品馬力シャットね、これね 4.8 インチ、これとこんな組み合わせで2等連続でなんと魚が釣れちゃった、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。続く